皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、電子レンジでこう開けちゃったんですけど、白ご飯が作れるらしいので挑戦してみたいと思います。やっていきます。普通にご飯は炊いちゃったんですけど、まず一升の米を入れて、なんか何回かこれをいつも通り米を洗うみたいです。蓋をしてれば、ここから米を流れて、これを繰り返すみたいですよ。うわ最悪。はい、さっきこぼしちょっと見えちゃって、した米は使わず新しい米でちゃんと洗いました。蓋をして6分加熱するそうです。できました。あれから、隣で料理してます。あれから2分ほど追加してできました。なんか本来は12分ぐらいするんですけど、うちのレンジちょっと強いので短めにしました。はい、はい、じゃあ炊きたてご飯いただきます。熱々。さあどうなんでしょうかね。私はちょっと固く炊きすぎた日のご飯って感じです。美味しかったです。はいはい、改めて2分間炊飯してみました。これで、7、8、10分したことになると、さっきよりもちもちなのが、いただきます。まだちょっと固めでしたけど、12分していいと思います。はい。